いらっしゃいませ、本日お忙しい中にもかかりませずようこそ、篠原演芸場ご利用ご来館いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ちょっとね、大変申し訳ないんですけれどもね、3代目がちょっと声の方の調子が良くないのでですね、本当一部の方も工場がついてからね、舞踊ショーね始まる予定だったんですけれども、でお昼ちょっとそれでやってみてですね、まああんまり声がねやっぱりこう出なかったので、夜は総座長が役を代わってですね、もう俺が行くということでございまして、急遽ですね総座長支援で、どうするかなと思ったら、コムで出ておりましたけどね、まあそれはそれでなかなかレアなものでございますけれどもでも座長というものがですね、古文で出るっていうのはもうまずないことでございますけどね、本人なりにですね、もう芝居でねどうしても喋れないというのがございますので、本人なりに皆さんにね、楽しんでいただけるようにということでございましてね、だって古文で出てきたんですけれども、何分ですね、ちょっと明日がですね、どうしても3代目が芝居を休むことはできませんので、もう見ていただいている通りでございます、新風公演ですね、2人芝居でございまして、高野恵さんとの、2人芝居でございます、雪月の花というねお芝居を、明日特別公演ということでやらせていただいております。それにちょっとですね、向けまして、本人にねあまり喋らさないようにということでございましてね、一応送り出しこの後もね終わりまして出ますけれども、そういったのをですねちょっと了承していただきまして、送り出しを皆様にもねしていただければと思いますのでね、よろしくお願いいたします。それでですね、いつもね小四人ちゃんとかですね、三代目が向上しておりますけれども、うちのね座頭さんはああいう顔でございますので、この後舞踊賞もねすぐ出てまいりますので、私ね、ちょっと代わりに向上挨拶務めさせていただきたいと思いますので、少しの間のお時間のお付き合いよろしくお願いをいたします。どうも、立花菊太郎劇団三代目座長立花大五郎です。5月公演の篠原演芸場、4月29日より初日を開けさせていただきまして、5月の29日まで、公演をさせていただいております。今回は、新風公演のリベンジなどもございますけども、一番後半の方には原点回帰、また5月の20日の方には私と副座長立花良二のダブル周年祭と、もうイベント盛りだくさんの1ヶ月公演でございます。2年ぶりの篠原演芸場での公演ということでございますので、精一杯最後まで張り切って頑張っていきたいと思っております。今年最後の関東公演でございますので、ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。盛り上がろうぜ。